ウローラのお時間になりました。本日のテーマはサマーコンプリートボックスですね。明日の18時から3日間限定でリリースしていきますけれども、いやー夏ですね。てかこんだけ暑い夏ってやばいっすよね。まあ今回ですね、なんだ沸騰だったかな、沸騰っていう再生リストを作ったと思うんですけども、なんかなんだもう地球温暖化じゃなくてもう地球は沸騰してるみたいなね、なんかニュースを見てもう沸騰してますよ。そう沸騰してます。いやマジで暑いですよね。お体お気をつけください。まあ僕はね、まあ元気です、普通に。まあ元気というかね、まあどんだけ暑くても、まあ仕事がやっぱね、まあクーラー効いてる部屋でこうやってまあ収録とかいろいろできますので、まあ外でね、炎天下でこう仕事されてる方だったりとか、そのなんか現場ですよね、そういうところでやってる方はもうね、熱中症本当お気をつけいただければなと思います。でまあ僕鹿児島で独立しても7年経つんですけども、まあ今まで本当にいろんな教材を出してきました。ありとあらゆるね、もう毎月なんか出したりとかしてますけども、でそれを統括したのがまあ塾で、まあ塾にまあ入っていただきたいんですけど、いや価格がね今ねメインは120万円になってますから、まあそんな感じでちょっと価格がっていう方のために、まあ教材もフロントエンド商品ガンガン出してますけど、その中でサマーコンプリートボックスっていうのは、まあ、一番お客さんからのその結果報告のフィードバックが非常に大きかったっていう、まあ、僕が一番嬉しかったのが、まあ、その購入してくれたお客さんが、まあ、630万ぐらい売り上げ上がったっていう報告をもらって、それ嬉しかったんですけど、そのお客さんのお客さんですね、そのお客さんのコンサル生も、まあ、僕のエッセンスをこう教えたりとかして、でそのコンサル生もうまくいって100万上がってますみたいな報告いただいて、これはね、まあ、本当嬉しかったですね。お客さんも結果出てるし、お客さんのお客さんも結果出てるっていうね、なかなかいいなっていう。で内容としては、まあ、正直もうこのサマーコンプリートボックスでぶち込んでる教材っていうのがもうね作れないんですよね。作れないというか作る予定がないので、まあこれ合宿ですね、合宿です。で合宿も、ね、多分やんないので、うーん、しかもガチガチの合宿の映像なんですよ。でしかもまあ合宿なんで、まあすげえ高いですけどね、300万と200万と300万か、うん、でそこでやった映像です。はい、だからもう僕合宿やんねえだろうな。うん、まあ鹿児島合宿でワンツーでやるとかだったら全然いいんですけど、そのまあ今回その久保さんっていう方と一緒にこうやって、久保さんとまたもう合宿やるかなっていうところで、多分まあやる予定はないし、いや僕はやる気はないので結構大変なんですよね、本当何人も集めて合宿やるっていうのは。まあ鹿児島に来てくれて一人でこう一人合宿やるのは全然いいんですけど何人も大所帯でやるっていうのは結構ね、その大変っていうか、まあ寝る時間もあんまないし、ずっと夜な夜ななんかいろいろやったりとかするのでもう本当にスパルタな感じで、もうがっつり詰め込むみたいな。もちろんその部屋とかね、そういうプライベート空間でこう合宿っていうのは参加者の方はねお話ししたりとかもしますけど、まあそこはすいません、収録はしてないですけど、そのまあセミナーですよね、そこは全部収録してるので。だから夜中2時だから、熱海でやったやつは夜中2時にやったやつもあるか、夜中2時にもやったんですよ。そう、セミナー。まだ起きてる人限定でね、セミナーやって。だからもう、結構僕の中では、まあ、伝説というか、もう、まあ、お客さんの結果も出てるし、まあ、内容的にももう僕がもうやらないかなっていう感じですかね。まあ、僕もね、サポートスタッフ誰もいないので、全部合宿のその施設、あと宿泊、まあこれ宿泊込みで合宿やりましたんで、宿泊のそのあれだったりとか、料理とかね、なんかいろいろ手配したりとか、いろいろ大変なっすよね。はい。まあまあその昔ね、やったやつなんですけど、内容はね、めちゃくちゃいいので、まあ、これからコンテンツビジネスやっていくっていう場合は、もう全部入ってんじゃないかなっていう。てか、全部入ってますね。てか、その合宿で、そのね、参加費も高いわけですから、まあ、20万と300万ですよ。まあね、高くないですか。まあ、20万の方は、まあ、一般的かもしれないですけどね、20万は。300の方は、ちょっと。
高いと思うんで。でも僕が知っているミスター X の合宿は1000万ぐらいしてたんで、海外でやるやつとか。まあ、あとは本当高いところは高いんで、まあ多分まあ知らない人は知らないかもしれないですけど、僕18年いろんな人見てきてるので、この前ね、そうそう、久しぶりに、そう、超久しぶりに、その、昔のメールアドレスにログインしたら、まあ、村上さんっていう人いてるんですけど、その、十何年前に継承プロモーションやって、まあ、12時間で5億ぐらい上げた人なんですけど、なんかね、継承なんちゃらっていうのがね、またなんかスタートしてて、お、なんかまたやってんぞ、みたいな。で、その村上さんのメール久しぶりにチェックしたら、なんだっけな、なんとか会ってやつを、なんか500万で売ってましたね。500万か、みたいなね。やっぱ、すごいな、みたいなね。そう。まあまあまあ、とりあえずサマーコンプリートボックスは、非常にリーズナブルで出しますので、その何百万とかの教材ではないですから。まあ、これからコンテンツビジネスやっていこうっていう場合は、まあ、これはね、しっかり勉強してほしいなと。まあ、塾入っていただけれるんだったら、まあ、塾入っていただきたいですけど、まあ、教材でもね、まあ、まあまあじゃないですか。630万の結果っていう。もちろんね、全員の結果報告もらってるわけじゃないので、もちろん買ってもね、やらない人はね、まあ、セールスレターでも書きましたけど、買ってもやらないんだったら、それ何買っても、あんまりその結果には結びつかないと思うので、まあ、本気でやるっていう方にとっては非常に内容濃い、内容も凝縮して詰めてるので、しかもまあ、シークレット、講義がもうある、シークレット講義もいっぱいあるし、特典もあるしみたいな、結構もう詰め込みですね。はい、まあそんなやつを出しますんで、サマーコンプリート、まあその結果報告もらったやつはサマーコンプリートボックスだったんですよ。で今回ネオなんで、さらにいろいろつけてるって話ですね。だから昔のその630万の結果を上げたっていう教材はもちろん入ってるし、プラスアルファですね。ネオなんで。ただその昔のバージョンでもそれぐらい結果出てるんで、まあ今回ね、やる気ある人買っていただいて、それ以上の結果報告もらえると嬉しいなって思いますけど。まあぜひね、サマーコンプリートボックス購入して本気でやってね、結果出たら報告いただきたいなと思いますね。はい。ということで、明日の18時からですね、3日間限定でサマーコンプリートボックス出しますので、ネオですね。サマーコンプリートボックスネオ2023年版出しますので、はい。興味ある方は裏メルマガ登録していただいて、チェックしていただければなと思います。はい。それでは、本日のテーマサマーコンプリートボックス終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。